して区別復活第2弾ロケ、ゲームセンターの聖地ミカドでおっさん2人が大暴れ、かつて時代を彩ったメイキたちに大興奮。メハリあるやん、メハリありますって、めっちゃいい音やん。100円がこの音になるわけよ。めちゃくちゃいいやん、めっちゃええ。もう最初から最後までずっとかっこいいからね。これすげえな、すごいね、めちゃくちゃ楽しい。ちょっと見てくださいね。お、来た。えー、おー、罰ゲームをかけたドグマとアメザリヒライの対決もあるぞ。果たして勝負の行方は。提供はご覧のスポンサーが特に絡んでいるわけではありません。皆さんこんにちは、してくべ復活第2弾やってまいりました。今日はですね、今山手線走ってますけども、こちら、高田の馬場駅に来ております。いいですね、もうなんかすっかり東京の人になって垢抜けちゃいましたね。1本目の動画で言わなかったですけど、ちょっとこういうハットがおしゃれだったら T シャツがね、こう良くなったり、やっぱ収入が上がると変わるもんですね、やっぱね。なんでその夜んやお前ハゲとるな、お前ハゲとらへんわ最近彼女と別れてよりハゲたね、シルさんでございますけど、ということで、本日紹介する場所に来てるんですけども、やっぱね、一人では前回の動画でも言いましたけど、心もとない寂しいということで、今回もスペシャルハードハーデストなゲストに来ていただいています。こちらの方です、どうぞ。アメリカザリガニ平井です。ザリガニザリガニ、おらおら、痛い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 、超ハード、おら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 、そういうことか、すげえ、全部よく。お詫び、ドグマ風見がお金欲しさのゆるい仕事にかまけ、ロケ収録から編集まで1年以上寝かしたために、平井の笑いの鮮度がガリゴリに落ちています。恐縮ながら編集の力で割愛させていただきたいと思います。誠に申し訳ありません。ということで、彼の亡者と漫才が日本一うまい漫画家が訪れたのはゲームセンターの聖地、高田の馬場ゲーセンミカド。80年代から90年代の古いアーケード筐体が現役バリバリで稼働しているゲーマー垂涎のゲーセン、今やミカド目当てに海外からの旅行者も訪れるほどで、日本の観光名所といっても過言ではないです。はい、ということで中やってまいりました。すげえ、すごくない、これ。いや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 、いや、やべえ、超やっていい、やっていい、見るとこ違う。すげえ、うおー、なにこれ、サマニ、これこうやって覗いてな、ナムコのやつか、そう、ほら見て、うわ、ほんまや、うわ、修理中やん最優、万有機やん。いやでもちょっと今日残念ですね、できなくてね。いやもうしゃあないわ。サブマリーいいですね。ほんなんもう帰ろうか。ちょっとダメダメ、結構段取り大変よ。そう、段取り大変よ。やりましょう、見に行く、いろいろ見に行く、行きま、ちょっとほれ、スペハリあるやん、スペハリありますって、いいやん、スポイスハリフォーがありますよ、スポイスハリフォーが。依頼が死んだ時に棺桶にしてほしいと公言する筐体ナンバーワン、スペースハリアー。1985年にセガがハングオンに続く体感ゲーム第2弾として発売しましたとさ。テープレディアで、テープレディア、うわ懐かしいな、うわ、これ興奮するわ、うわ、これこの筐体今あるとこすごいよね、すごい、このこれそこ懐かしないこれよく見る、最近あんまないほら、行く感じ ね、こう上がるとことか思ってましたよ ねもっと見るとこあるでしょうよおお、チョロリーの多いですよ。 Get ready Get ready Welcome to the family。 うわー懐かしい、あ、すげすげ動いてるもん、おお、
おっさん、ドグマの声なんか聞こえないくらいノリノリです。全然当たれへん。指痛い、指疲れてきた。やばい、指痛い。頑張れ、目指せ中面。この敵キモい。すげえ、これ元気で浮いてるすげえな。うわすげえ。わあ、でもウェットレジン、あいよーい。完全に中学生当時に戻ってます。やばい。ああ。いや、楽しい。おもろいな。これはおもろい。これだって当時流行った頃、ゲーセンめちゃくちゃ置いてありましたよね。あったよこれ。最近はもう少ないけどね。ね、その横にはアウトランやからね。やります？アウトラン。ええの、やってええの。いいよ、ポールポジションもあるよ。ほんまや。うわ。先ほどのスペースハリアーと同じセガの体感ゲームシリーズの第4弾として1986年に発売されたアウトラン、そして1982年に発売され以後のレースゲームに多大な影響を与えたポールポジションの続編にあたるポールポジション2。アウトランは音がいいんですよね、音楽が。BGM 選択してね。お詫び、お金大好きドウマ風見がちょろい仕事にかまけ、ロケ収録から編集まで1年以上寝かしに寝かしたため、平井の笑いがガッサンガッサンに色あせてしまいました。恐縮ながら再度編集の力で割愛させていただきたいと思います。誠に申し訳ありません。俺ポールポジションの方がよくやったんでいいですか、アウトランより。え、そうなん。そう、ええよ。やったらじゃあ俺ポールポジション。しゃーなしやで。しゃーなしやで。うわ、このいい、この破れが。え、破れてる。これが破れがいいんですよ。いいね。これいきましょう。いくよ。ペロリンだね。あれ、あの、あれ、あれ、こっちにお金入れたんやけど。そ、嘘、こっちちゃうの。いや、それアウトランの方やで。間違えた。そこにあるやん。ガチで間違えて顔面真っ赤です。ここからはおっさんたちの悲しい現実をご覧ください。わお、楽しい。あの頃に戻りたい。もう戻れないよ。あたいら風になってる。すごい、イエーイ。このままシスコまで飛ばそうぜ。うわー、ゴーゴー。なんで俺後ろやなんで俺後部座席。隣じゃなくて後ろ。いや、結構難しいな。いいよ、動いてるよ。 YouTube をご覧のキッズたちも数十年後にはあんなことしちゃうんだぜ。うわ、おもろい、最高や。あれ。うわ、でも面白かった。俺も何がおもろいって、こっちにお金入れて持ってるのがおもろい。そんな間違いある。間違えちゃった。音おかしいな思ってたよ。そう、あれと思って。いや、テンション上がりますね。いやー、この前ヒロ師匠に思ってその話を聞いて、曲を作ってるね。え、曲作ってる人知り合い。そう、来てもらって話した。番組にすごい。やっぱどんな話聞いたんですか。サラリーマンは大変だって。それ、この方じゃなくても聞けるような話ですよ。それね、ほんまやね。まあ実際そんな話だったんだけど、それは置いといて、続いて2人が向かったのはこちらのゲーム。忍者ウォーリアーですよ。忍者ウォーリアー。あー、これが噂の。これよ、3画面のやつや。しかも見て、ほら、うわ、何、フォネスって書いてあるよ。いやフォネスじゃない。
そのまま呼んじゃう人、そのまま呼んじゃう人、ヘッドホン自分でつけて、そんなんできる、楽しめる、楽しめる、より高音質で、そう、これね、音がいいよ、お金入れる時の音も聞いてよ、はいはいはい、行くで、うん、めっちゃいい音やん、100円がこの音になるわけよ、めちゃくちゃいいやん、めっちゃええの、もう最初から最後までずっとかっこいいからね、曲聴いといてや、注目してテンション高いですね、めちゃくちゃいいから、どうだ、平井のうるさいカラオケがまた始まります、ご了承ください、ほんまや、おお入ってきた、ほら男子男子嬉しい、女子よしえよしえ待ったかねえ、毒を毒を毒をとよしえよしうわー どうやんのか俺、いた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 、うわ危ねえ、シャ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 危ねえ、まあまあ、よしえが避けると俺にはうわちょっと旦那がしまった、旦那が旦那のカツラが取れた旦那ずるむけ、よしえ見たな、いやいや赤赤かぶってたな、何それその顔、綺麗なこの顔よしえの胸は偽物だったのか、いやいやいや、でもいいかもよ、じゃあいいよ、おぱいなら何でもいい、ドグマ風見、よしお前メカだったのか、そういうのあったもん、あーよしえよしえお先によしえほんま曲かっこいい、あーよしえ曲はいいよ、面白いわ、面白いんですよ、これ確かにヘッドホンしてやりたいですね、ありがとうヨシエ、いい戦いだった、いや僕も頑張ってたで、ヨシエヨシエナイスエフカップランペ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 ン、ほらゲーム始まった、やめて、夜のゲームがありがとう、コンティニューさせてよ全部うまいこと返ってくるな、もうやねん、こんなやりとり平井の巨乳にムラムラしたドグマが向かった先はこちら、ファイナルロマンスエロジャーマン、アイドル麻雀ファイナルロマンスシリーズ第4作、第1作は実在のアイドルをモデルにしたリアルタッチのグラフィックだったが、2以降からアニメ調に変わったんだとか、麻雀できます？麻雀できへんけど頑張る、俺もできへんでもなんとなくわかる、できへん2人が脱がすの目指すっていうのやりません、よっしゃ、ちょっと教えてよ平井さん、うん、いいよ、15歳やで今の、ダメ15歳逃したら、ダメ15歳は18歳以上ですよ、はい、いきます、女性とのロマンス大好き、わいせつ物陳列男、いいね、ドグマ風見、スタートボタンってことで、スタートボタンもわからないドグマが女の子を脱がせてくれるらしいから、キッズのみんなはパンツを下ろして準備だぜ、絶対に逃したいね、じゃあもうチョンポン、泣くなあいつは、4とりあえず役も分かっていない麻雀素人の2人のプレーを生ぬるい目でご覧ください、どうする、もういらないか、いらいる、うん、いる、じゃあ K、どうしたらいい、 K すげえ向こうの方から K って聞こえる、誰やねんあいつ、 K 誰あいつおお来た来た来た、どれ捨てよ、どれどれどれ、みんな言って、4どれどれ、 MM 焦るな、来た、どれどれ、 M ね、 MM、いらない、いらない、ほら来た、いらない、いるいる、どうする、どれ切る、 H
みんな麻雀になると向きになる。おほら、来た来た。麻雀に向きになってるというより、ただ脱がせたいだけですよ。あ、じゃあ何してんの？触っちゃった。何してんの？じゃあだって触っちゃったもん。でもほら来た来た。L L L L。お。何？何切ってリーチ？何切って5？H H H、みんな何をしとんの？町はいい数値満の辻の三面ちゃんです。とりあえず役はリーチドラ2だけ、引き次第ではハネマンも狙えます。うわ、いや、出ない？やってないね。上がったんじゃないの？やったやった、やった、すげえタイムラグあったけどやった。ちょっとなるなる、すごい、ハネマンやった。リーズもドラドラ、イーペイタンヤを履いていいの、ハネマンです。あららら、来た、メガネっ子。メガネでかでっか、これ兵道雪レベルですよ。これ兵道雪って、ドグマさん、キッズにも分かる例えにしてあげて。パイオツ、え、漫画か、何漫画か、なんや、おおらららららら、ら、あららら、バックからの、からの、なんや、あら、簡単に、ちょっと、どこ見てるのよ。いや、どこってそこしか見るとこない。そりゃそうや。これ以上はダメよ。マミよ、そんな顔しないでよ。こんな顔、こんな顔、ちょっとだけだからね。お、来た、さあ、キッズのみんな、股間のジョイスティックの準備は万端かな？それでは待望のパイオツ、公開しちゃうよ。こんなん脱がしてもね、ギャラリー気になりますよね。まあね、別にここでなんかできるわけじゃないしね。まあ、昔あの H の連射ボタンあったよね。あった、あの脱がした後なんかいろいろ、そうそう、いろいろなんかいたずらができるやつありましたね。こうやって 手のアイコンが出てきて、こうやってボン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 ってなるやつあった、あった、あった。うわ、おっさんが楽しそうだよ、二人とも。顔テカテカやね。テカテカやで、もう鏡になりそうなぐらい油でテッカテカの二人が次に向かったのは、帝の2階にある各芸コーナー。めちゃめちゃあるもんね。バンパイアセイバーも一つも当然ありますしね。ネオジオムもあるし、サムライスピリッツ、すげえな、やっぱ龍虎の剣とかいっぱいありますね。じゃあ平井さん、これだけ格ゲーがやっぱ多いんで、うん、なんか対戦しましょうよ、一個ね。おー、やろう。わかりました、おすすめ台がこっちにあるんで。あんの？格ゲーといえばがありますから。わかった、皆さん格ゲーといえばがありますからね、行きましょう。行きましょう。こちらです。燃えろプロ野球ホームラン競争。課金、いや課金やれ。これ格ゲーなの？格ゲーといえばですよ、これね。これで、ドグマガザミとホームラン競争しましょう。燃えろプロ野球ホームラン競争、燃えプロの名で親しまれたシリーズですが、何でも帝の店長もその存在を知らなかったアーケード版だとか。こんなボタン使う？ホームラン打つのに。お前な、こんななんか6ボタンいらないですよ。いやー、じゃあやりますか。やりますか。どっち先行いきますか。最初はグー、じゃんけんはポー。おいしい、おいしいコン、おいしい。おわび。とりあえずじゃんけんして絵描きっぽい人が勝って高校を選んだので、性欲の塊が先行になりました。負けたら罰ゲームですよ。この後のご飯会のご飯代をおごる。リアルな罰ゲーム。結構今日スタッフいますからね。嫌やわもう。よし、じゃあ行きますよ。じゃあ
あのヘディングで有名な布野さんにしますね。もう懐かしい。よっしゃ、新プレー最初は私が言った。よっしゃ、新プレー、好プレー。うわー、いた。いやーマジかー、いた、あった、これいった。よーしよ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 し、場外場外、よし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 。またかよ。いた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 。オッケー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 。俺やるじゃんこれ。日本行ったよ日本。よっしゃ、いた。これいった。おーい、俺やばくないこれ。平井さんプレッシャーがやばいっすよ。早いな。うわ。うわ。これあれ、見送った、見送るってありなのかな。うーわ、早い。あーや、このポーズのもそっくり。天野です。天野か、天野か。カメラマンから修正が来て天野ですね。さすが知ってはるわ。よく詳しいなあんたは。6。あー、構え方が悪いじゃん。うわ、唐突に来るのがなんかここに来ますね。え、なん、3本3本3本4本か。いや、4本ぐらい打ってるでしょ。4本でした。あ、抜け譜にするわ。抜け譜でいこう。違いあんのかな。最初は私が相手だ。これ誰やろ。え、めっちゃ空振ってるじゃないですか。おい、行った、いった、すげえ。怖っ。怖っ。成功。これ行かないだろう。あー、ギリ。え、行ったの。マジ行った。やべえ、行く連続じゃん。え、よっしゃ、来た。やばい。来た来たよ。あ、これ誰やったっけ。阿波の。阿波の。あ、早い。早い。早い。はい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 。やばい。はい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 。さあ、これ次打たないと僕に勝ちですよ。いやー、よっしゃ、いやー、いった。これ4本やね、これね。4本いった。次打ったら平井さんの勝ち。よー、いった、嘘。いけー、よっしゃー。イエーイ、だろだろだろ。その後も軽快に平井は打ち続け、結果ドグマにダブルスコアの大差をつけました。レッドのホームラン王を自負する性欲スラッガーのしょぼい結果に、夜な夜な抱かれた女の子たちもさぞがっかりでしょう。ああ、コンティニューさせて。よっしゃ、勝ったねー。ということで、動画の中身4本、平井8本で平井の勝利です。よっしゃー、ザリガニ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 ー、ゴッサンです。よし、罰ゲーム、罰ゲームやで。これ駅のホーム行って、駅のホーム、駅のホーム行ってお尻出してくんやったっけ。なんで尻出さなあかんねんな。12345人おごってくれて、で12345 6でしょ。でもう一人裏に一人で7人です。7人かっけえ。自分はほんまに白いご飯だけ。金出すのに当たり前でしょ。ひどいな。食べ過ぎだよ。白いご飯でも食べ過ぎだよ。ただのでんぷんですよ、あんなの。ただのでんぷんでもありがたいと思うよ。みんなで食べようね。俺が金だ、ね、やったー、やったー。イエーイ。今から皆さんに吉野家に行きたいと思います。おお。このあと5万ぐらいのうち揚げ火になったみたいで、なんだかんだロケは高くつくことが分かったドグマなのでした。まあでも2億ぐらい稼いでるからケチケチすんなよ。
この番組はご覧のスポンサーがお送りするわけがないだろう。アホチン。